統整体の平野です。世界で一つの整体になります。まあ、定期的なメンテナンスがね、こう必要な、まあ、理由、重心がですね、今の方は、まあ、スマホパソコン、前仕事の、こう体を潰すということでですね、重心を、かなり、崩しています。そしてもちろん、食べ物の、ね、影響も、ありますね。ファーストフードやですね、添加物の多いものをね、たくさん摂っていれば摂っているほど、やはり内臓機能をね、低下して体が潰れやすくなってしまう。そして解毒能力が少なくなって、弱くなってしまうと考えれば、今の現代人はですね、本当に、理想はですね、本当に1ヶ月に一度こう体をね、調整するといいのかなというふうに思います。私自身もですね、過去ですね、茨城県にね、10年間毎月、整体にね、通いました。で、1ヶ月ぐらい経っても、そんなに変わってないだろうなぁなんて思って行っても、やはりやってもらうと、すごい清々しい気分になって、行ってよかったなって思った記憶があります。本当に、皆さんこう体がしっかりしていると思っていても、気づかないところで体をね、崩している、調子が悪くなっている、それをでも見過ごすことでですね、何年か後に病気になってしまうと考えれば、本当に定期的な、ね、体のメンテナンス、すごく必要だというふうに考えています。